リスナーの皆さん大変申し訳ございませんでした。ちょっと深井さんが、連絡が取れなくてですね、はい、楽しみにしてた人もいると思うんですよ、はい、うん、さあいっぱいはいないかもしれないですけど何人かね、うん、あれなんか聞こえてあれいやだから、はい、リスナーの皆さんね、はいはい、それ大変申し訳ない、メールをね、はい、いっぱい送ってくれたから。いや、それそうですよ、来てますよね、はい、そうでもそのメールが無駄になるっていうことはなんかその、うん、思ったんですよね。チケット買ってくれたようなもんだから。毎日天井低くない、はい、みんなだからリスナーの家なんてね、天井が低いね。うるさいね。これ普通にびっくりするんじゃないですか。来てくれたの？あ、いいですか？来てくれたの？え？いや、もちろんですよ。今回80万で手打ちました。はい。割とね、高額お買い求めということで。はい。釣り上げましたね。いやいやいや、でもやっぱそれぐらいね、やっぱ価値あるっていうね、あの、まあ、年に1回ですか、今ね、毎回が神回っていう説ありますからね。神回？クソ回だよ。いや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 。いや、あのね、この前ね、ちょっとお店探してて、差し入れのね、のお店を探して、ちょっと迷ってたんですよ、うん、246をね、うん、歩いてですよ。うん、そしたら、ね、なんかちょっと華奢な男の子がね、うん、近づいてきて、なんだろうと思ったら、あ、すいません、深川さんですよね、あの、ゲスナーですって言ったのよ。抱きしめたくなってね。その人。それで、僕はもう今回、あ、これ出なきゃって。いや、それでもゲスナーじゃないよ。え、ゲスナーには言ってんだから、街で負荷見つけたらバットでぶん殴れってバットでぶん殴られてないってことは、それゲスナーじゃない。じゃないのか。じゃないのか。あ、偽物か。いや、でも結果やっぱそれでね、心動いたのよ。あ、そう。でも一応ね、やっぱり、うん、あの、親しき仲にもっていうことで、一応ね、金額の方は。ね、全然で、あの、有吉さん、一応ね、あの、先ほどの楽屋っていうか、あそこね、あの、待ってるとこあるでしょ。あれ、マネージャーの数分かってますね。はい、現場とチーフマネージャーと2人いて、ね、あの、限界体制です、はい、あの、通常現場マネージャーしかいません。なんならマネージャーいない時も多いです。そうですね、はい、今日2人、何、今日2人いる。はい、限界体制です。なんか問題があるいや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 、なんか言うと飛び込んでる。それぐらい真剣、会見令引いてないね。この番組真剣に向き合ってますってことですから。ほんと、そういうことね。はい、なんか観光令とかちょっと言いにくいこと、喋りにくいこと、ちょっと監視がないとダメってことじゃないね。そういうの一つもないですか。ないのね。一つもないですか。よかった。はい、オープニング外でヒヤヒヤしました。オープニングっていうかね。そう、はい、いや、でもね、やっぱりこの番組、うん、ね、そんなこと気にしてたらダメじゃない。ありがとう。来た以上は、うん、だって何なら、だって今日あれでしょ、もう生でしょ。生でしょ、ね、もちろん。前なんかやっぱ収録だから、ちょっと収録っていう言葉にあぐらかいちゃってた、うん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 、あれ申し訳なかった。そうだね、今回の上にあぐらかいちゃったから。今回は生でもうさらけ出しますから。いや、いいね。ちょっと皆さん多分きっと楽しみしてるし、うん、あ、いや、もう絶対来てくださらないと思ったから、うん、あの、来てくれて今本当に嬉しいです、うん、僕もう土下座しなきゃいけないなと思ったから、リスナーゲスナーに土下座。うん、まあね、年にね、そう何回もね、土下座いらない。うん、年にね、そう何回も土下座いらないんだよね。いや、来てくれて、だから本当助かりましたよ、ね。うん、だからもうこれはもう、だから来てくれたんだから、仲良くね、うん、楽しいお話、しゃ、おしゃべりしてもらって、そうそうそう、ね、うん、信じてればね、はい、不安になることなんてないんだから。さすがだね、やっぱり、うん、あの言葉に重みがある、うんうん、あの人そういう人だ。え、お前は246で会った人だよ。ああ、その方だ。そうだよ、本当に。でも偉いな、感心したよ、大人だなと思って。いろいろ、え、誰。いや、私ですか。ここ最近の活動ね、見てて、あ、やっぱり分かるんだ、同期だからこそ分かるっていうのあるね、うんうん、そう、うん、なんか前はヘリクスばっかり言ってさ、うん、なんかもう頼りないけどさ、うん、なんか家引きこもってさ、うん、まだまだ子供だなと思ってたけどさ、うん、ここ最近の何ヶ月かの活躍見ててね、うん、あ、大人になったなと思ったよ。ああ、やっぱ感じてくれたの、うん、どこら辺で。やっぱりさ、うん、大人ってやっぱりその頭下げるっていうことがやっぱ大人だから。おうおうお前やっぱ今までそういうことしなかった。自分が悪いの認めなくてさ、へりくつだ、なんとか理屈でなんとかしようと思ったけど、うん、あったけど、やっぱりもう悪いなって思ったら、もうバスッと頭下げれる人間に、男になってたから、こいつ大したもんだなと思って。そうでしょ、この話進めてもいいんだけど、ちょっと BC のレベル上げてくれる。ちょっと
逆転現象しよう。BG 止めてもいいぐらい。BG 止めてもいいぐらい。ビーチ上げた方がいい。ビーチ上げた方がいい。DJ 的には。ビーチ上げた方がいい。本当に。それが高めた方がいいからね。そう。そうか。まあでもちょっととりあえずね、改めて紹介しとくと、そうね。深川亮さんでございます。ね。俳優、エッセイスト、ロケットマン名義でミュージシャン、DJ としても、幅広く活動されておりますね。好きなことやってるだけですけどね。とにかく FM 向き。なんか、あらすくちょっとこれ、開始前にチラシもらいましたけど、いやこれもう宣伝になっちゃうからな、まあ嫌なんだけど。そうそうそう、だから宣伝のために来たっていうのは一番嫌じゃない。そうそう。僕はその僕は一番辛いからね、胸が痛いから。これだから後半ブロックで。いい？でもちょっと触れたいのはやっぱすごいメンバーじゃない、ますますますすごいじゃない。あ、そう？ロケットマンサマーフェス2016、はいはい、こうメンバーすごいよ。美穂潤さん、岩井志真子さん、中瀬ゆかりさん、太田文江さん、岡崎奈々さん、すごいメンバー集めた。ビジ上げた方が良さそうだな、ここ。お前の胸のあたりなんかいるな。お前の胸のあたりなんかいるな。なんで3段目から行ったんだ。一番上の DJ コウさんから行くべきだ。なんで3段目から行った。え、お前の胸の中に今何かがいるの。友達いないんだからフェスやるなよ。いやいや、なんか等身大の等身ハイスクールみたいな。等身大の等身ハイスクール、等身大だろ。何やってんだよ。いやだから無理せず本当に仲間たちとやりましょうっていうことで、変にそのなんかビジネス的なつながりじゃないっていうことですよ。いや結構まあそれは DJ コウさんと、HZ リオさんでしたっけ。そうですね。この二人はまあ、まあこの辺のメンバーすごい人もいるけど、ちょっと下の方だと結構ひどい。アイク・ヌアラとかさ、平野ノラとかさ。いやいや、まあまあね、あの事務所である平野ノラも結構来てるよ。全然人は来てるよ。面白いですけど。いや、等身大で行く。なんでこれお前、等身大でやってますのメンバーこんだけいて、なんで岡本夏樹さん出ないんだよ、って言った。え、名前出すな。リーダーが出さないよ。ヘッドホンがなんか今混戦してますけど。サマーフェス、夏だろうね。夏のサマーフェスですけども。はい。ね、平野ノラさんがさ、バブルでさ。いやいや、面白い。まあ、バブルで。今来てるからね。バブルといえばお前、岡本夏樹だろ、お前。なんかノイズが入りますね。ノイズがすごい。これ変えた方がいいよ。さっきの変えた方がいいかな。ねえ。ちょっとメール来てるよ。いやでもやっぱ来てる。いい。みんななんだかんだね、熱望してるから。そうなの。結構やっぱり数多くてさ。そうなんだよね。ラジオの夜嫌いの夜行性。今年も私腹を肥やすかのようにロケットマンサマーフェス2016開催されるようですが、アナルに冷やしきゅうりを刺してくれるようなアーティスト、またはそんなブースありますか。今検討中。テラスがあるからガーデンホールでやるんだけど、テラスがあるのよ。そこね、なんかそうめんとかそのそういうサンプリングしようかなと思って、今そこだからアナルテラスにするわ。アナルテラスね。インフルそうだしね。このフェンスやっぱり柔軟性あるよね。いいね、いい柔軟性があって、すごい。そう、フレッシブルね。そう、フレキシブルすぎますよ。アナルテラス作っちゃったら。ラジオネーム三平。はい。有吉さん、MX テレビと JWAVE だけで食いつないでいる深川亮が、誰も読んでいないクソブログで、8月21日に恵比寿ガーデンホールで開催されるクソイベント、サンキューフォーザミュージックのクソキモい宣伝文を書いてやがりました。たくさんの力が結集するイベント、たくさんの光が集まる場所、いろんな感謝の気持ちがこのサンキューフォーザミュージックに込められています。全てはみんなの笑顔のために、大切な人たちと一緒に作り上げる空間、どうか一日限りの夏を全身で味わってください。読んでくれたんだね。行かねえよ。チケット代お前5000円って、お前お塩学ぶのトークライド部でも3500円だぞ。ぼったくり通り越してひったくりじゃねえか。こんなもんに5000円ぐらい払うならな、アマゾンで岡本夏樹の写真集50冊買ってな、神社でお焚き上げした方がマシだわ。ガラガラの会場でオナニーでもしてろ、チンポ野郎。選んだ人誰かな。ね、これ毎回だけど、これ選ぶ人のせいだからね。これもランダムに選ぶ。ランダム。あ、ランダムでやってんの。何のあれもない。あ、そうなの。素晴らしいスタイルだよな。いや、まあ確かにね、決して安い値段ではないですよ。5000円よ。決して安い。でもそれぐらい気合い入れてますよっていう信用だから。ね、これぐらいの価値をね、やりますよって信用ですよ。ね。
一つのメールでクソは何回起きてるの？いや何回もないですけど ねついつい出ちゃうんですよ ね気持ちが。あ、そう、うん、まあまあね、決して安くはないですよ、はい、これ何なの、サンキューフォーザミュージックっていう。いや、だからサンキューフォーザミュージックって分かんない、なんか感じるで、その言葉意味じゃなくさ、バイブス、バイブス、バイブス、うん、お前バイブスとか言い始めたのか。えもう完全にそっちの人なの？音楽の人なの？いや音楽の人っていうかさ、やっぱりみんなね、そういう、うん、そのなんていうの、肩書きとかさ、そういうことにやっぱり、ね、気を取られすぎなのね。あ、そう、これからはね、うん、あの脳肩書きだから脳肩書きダッサい脳肩書き、正直もう言っちゃうけど脳肩書きの時代がダサいけど、ちょっと脳肩書きですのね。なるほどね。あ、じゃあ別にお芸人とかそういう縛りくくりはないわけね。そう、そこからこう抜け出した時、本当の肩書きに出会えるんですよ。なんでじゃあ芸名2つあるの？ロケットマンで、それで照れ隠しで、まだ照れる？いや、もう照れない。いや、怖いから、照れないだろ、怖いくらい照れない。だってブログのタイトル、Life is Music ですから。そうだったもんね。これ宣伝ってわけじゃなくて、アルバムタイトル、I'm Music ですよ。そうだよね。もう照れてる場合じゃないですよ。本人も照れないようにさ、こちらサイドもやっぱりいじるっていうのがなくなったもんね。そう、いじってもしょうがないっていうかさ。確かにそうだね。だからネタやる方がちょっと照れるもんね。そうだよね。マジでもうちょっとほら、近所のヤバい人ってもう誰もいじんないじゃん。そんな感じで。例えがね、センス良すぎる。例えがセンス良すぎる。もうさっきからさ。ね、もうこれ以上さ、腕を上げないでセンスが良すぎるから。いや、すごいよ、それでも。こうやってでもさ、はっきり言って。どう使い分けてんの？あれほら、一緒なのよ。ダンスフロアを踊らせるのも、お茶の間を踊らせるのも一緒なのよ結局。だからもうその5時に夢中の時もヘッドホン間違えてしちゃう時あるよね。どっちがクラブだか分かんない。こいつ街で見かけたらもうケツでも蹴り上げてやるよ。ホントに聞いてみるのがね、ミラーボール。さあ、東京ハンズも JFN スタジオから生放送。ありがとうございます。ちょっとごめんね、途中だけど。しかしさ、あの子やめないね。何あの子。あの子。あの女の子。山川か。いや、お前、山川なんてな、お前が来るって決まってから1ヶ月ぐらい、新郎でお前また痩せちゃったんですよ、お前。あ、ほんと？めちゃめちゃグラマラスだったのに。今までさ、ガリガリになっちゃっただろ、お前。この番組にさ、来るのちょっと葛藤があるじゃない。葛藤と向き合った時に、内訳のほとんどね、彼女と会うことができる。めちゃめちゃ嫌いだからな。お前のこと。薄まってないの？薄まってないよ、全然。あ、今日だ、口一つ聞いてないだろ。聞いてないんだよ。めちゃめちゃ嫌がってんだから、マジで嫌いなんだから。かける曲のタイトル言ったんだけど、ちょっと長めだったのね。途中で下打ちしてたからね。ちょっと長いことに関して。ほんとそうよ。そうね。やっぱね、意外と長くやんだね。ゴキブリみたいなもんだからな、お前なんて。ほんと嫌われてっからな。ヘッドホン変えてください。ノイズ入る？え？ノイズ入るようになってるから。都合の悪いことノイズ入るし。ノイズキャンセル変えられるじゃん。いや、でもね、ごめんなさい途中ね、福川君あれよ、結構いいのも来てるでしょ。音楽やってるからみんなそっち興味あるんだよな。んだかんだそうなのよ。気になるからね。気になるから言っちゃうんだよね。ラジオ聞いてるやつ音楽好きやしね、まだね。そうそうそう。ラジオネームつべつべ、福川さんはオリンピックの曲とか作らないんですか？今ね、水面下で。はい。これあまり、あの、あまり言えない。水面下にいすぎて、お前。水面下で動いたり。すごいかね、本当に。はい。水面下で。はい。たまに上がってこないと。私のハードディスクには8曲。8曲あんの？はい。で、今その何曲か今ちょっと、あの、中枢部と。あんな作れんの？その、例えば、ゆずの栄光の架け橋とかさ。はいはい。ああいうなんか、ぐっと国民全体が盛り上がるような曲作れんの？まだああいうのくださいって言えば、あの、出しますよ。あ、そう。はい。なんか大体シャカ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 さ、なんかあの、なんかなんていうの？まあクラブミュージック？クラブミュージック。ハウスとかね。なんか、渋谷でお茶してみたいな歌しか作ってないじゃん。そんな、渋谷でお茶してみたいな歌じゃん。お前オリンピック応援できねえだろ、お前。誰の曲のこと？お前そんなんだろ、だって。あれ？なんか元気な歌歌わないじゃん。まだ未だに渋谷系だろ？
いやいや、まあ渋谷系、まあ好きだけどね。うん。でもまあ別にいろいろ対応してますよ。本当？うん。全然やってますよ。いや、なんか元気な曲聞いたことないし、ね。富田しおりちゃんに書いたの元気ですよ。富田しおりちゃん、あれ近づいて。うん。いや、近づいてたら、ストーカーみたいなじゃないけど。お前が近づいたからなかなか売れないぞ、あの子。え？なんか上空にはプンプンしてたのにさ。デスコラボみたいな言い方するんだよ。え？いい感じ。東原亜紀みたいなもんだろ、これ。やめなさいよ、みたいな。変なレッテルやめなさいよ。頑張ったよ、ね、お前。すごいよ。そうそうそうねえ。富田しおりちゃんと、いや、元気な曲聞いたことないっていうかさ、元気な曲も聞いたことないけど、金になりそうな、あの、音楽活動しないな。うん、だからそこだよね。そこ。だから本当のアーティストって、商業ベースじゃないからね。ああ、うん、そういうね、うん。いや、もちろん商業ベースで行くアーティストもいるけど。でも僕は、その前者を選んだわけよ。誰も聞かないようなことだな。なんなら、ね、曲を作って、その曲を、土に埋めてもいいぐらい。それ、ジップロックにもいいよね。ジップロックに入れて、あの、土に埋めてもいい。お前の曲大体、土が水面の中だ。でもやがてね、やがて芽となり、その幹となり、果実になるわけ。なんのね。で、果実を食べるじゃない。ね、ちょっと酸味が効いて甘いですよ。で、種があるじゃない。それまた土に埋める。それの繰り返し。なんかやがてダンスチャート1位になる。ダンスチャート1位になるのね。うん、やがてね。農業ベースだ。そう、農業ベース。いや、同じような質問でこういうのもあるんですけど、ラジオネーム走り熊ね。深川さん質問です。はいはい。深川さんはなぜミュージックステーションに出演しないんですか？だからこれもね、ほんとちょっと誤解されちゃうんですけど、まあお断りしてるってのが一番そんな嘘だっけ、作るやん。いや、もう別にやっぱりその向こうもそんないっぱいは来てないですけど、何回かあったんですけど、ちょっとタイミングがちょっとプロモーションのタイミング稼働じゃないんでっていうのはあります。はい。いや、お前みたいなクズ絶対呼ばあ、じゃあちょっと曲でした。ごめんなさいね。なんだっけ、これね、あの深川亮で、深川亮ででもいいんだけど、はいはしんどいっていうね、ロケット、ロケットマン、ロケットマン、ミコさんっていう人もね、ミコさん、ミコさんっていうね、どちらかとミコさんでイントレーション、神社のあれでしょ、ミコさんね、ミコ、ミコって、もうどっちもいい。さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送。今月のアシスタントはトップリード若と優しい雨松崎です。ということで今回ゲストに、ロケットマン、ロケットマンに来ていただいておりますけどもね。まあまあ、あのロケットマンこととかね、それでもいいんだけどね。どう、なんなのロケ、これの時はどっちでも、これ音楽の宣伝に来てるわけじゃん、まあ一応。いや、まあ宣伝にっていうわけじゃないけど、じゃあロケットマンでいいの？でもいや、あのサンドリのあのゲストは深川亮です、もちろん。まあまあそうだよね。ロケットマンは、ロケットマンはどういう時に顔出してくれるのよ。で、5時に夢中はロケットマンじゃないだろ、あれ。まあまああれは一応深川亮でやってますけど、めぐみさんの隣でめんどくさそうにやってるのもあれ、ロケットマンじゃないんだよな。途中ちょっとおかしいな。適切じゃない表現がありましたけど。途中ヒロビ、ヒロビの時はあれロケットマン、あれは深川亮ですよ。あれ深川亮ね。ミラーボールがあるかないかですね。そこにミラーボールがあるかミラーボールがあるか。ただそれが、ガンマイクがミラーボールになる時もありますから。課題クラス。時にはあれだろ、アナルバイブがミラーボールになることもある。もちろんですよ。もちろんです。もちろん。嫌いじゃないもんね。嫌いじゃないです。途中でね、ちょっと心が折れました。はい。心が折れるし、小さなアナルが切れちゃう。小さなみたらし団子みたいな、あの3つで限界でした。3つで限界。小さなみたらし。小食だね。意外とダメだった。小食って言わない。乳首をね、乳首を少し触られるぐらいが一番いいです。なんで急にするの？有吉さんは、EDM を、が得意ですけど、まあ、深川さん、ロケットマンさん、EDM、あの、できます？ EDM。エレクトリックダンスミュージック。まあ、EDM っていろいろあるからね。EDM 知ってる？いや、だから、いろいろ、いろんな意味、エレクトリックダンスミュージックっていう時もあれば、あの、江戸前っていう場合もあるから。ね。あと、まあ、あの、
だから EDM でしょ。相変わらず大喜利下手だな。もう随分随分一緒になってないけど、相変わらず大喜利はいまいちだね。やっぱりあれだね、うん、あの準備運動必要だね。期間ね、たまにはやった方がいい、うん、やった方がいいね。あ、そう、うん、EDM っていうやつじゃないのね、深川君がやってるのっていうところもありますが、はい、はい、深川君が曲かけてさ、うん、踊んの客は、うん、まあまあ踊るというか、今縦乗りが多いですからね。縦乗り、うん、ジャンプするっていう、うん、そうそうそう、踊るっていうね、がっつり踊るみたいな人あんまいないですよね。あのやっぱりイベントなんかでもみんなね、はしゃぎたいっていうところがある。アワーパーティーとかウォーターフェスとか、はいはいはい、うん、みんなそのお祭りをしたいっていうお祭りなんですよ、うん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 、はい。深くのあれなの、イベントはなんかクソぶっかけたりとか、正面ぶっかけたりとかするんだろ、スタジオ、あの、俺のフェスがいつからスカトルフェスになったんだろう。え、どこに書いてあるの、ちょっと、え、あ、書いてあるの、急にちゃんと突っ込む。それまでずっと乗ってたのに、なんでそこだけ突っ込む。今で中川リオさんだったの。あ、下車すんの早かった。あれ、下車駅じゃなかった。下車じゃない、まだ、うん、下手に毎回神回って言われてるからさ。あ、そう、うん、力入っちゃうんだね。ラジオネームサンチョ、うん、深川さん質問です、はいはい、東京 MX テレビの悪口、うん、一つ言ってみてください。私ですか。私に決まってるだろ。いやだからこれがね、悪口をいくら言ってもね、愛情にしかならないと思うよ。その楽屋がどうこうだとか、そのなんか施設、いやそのなんか蛍光灯がちょっと弱いとか、なんかその椅子がね、少し。建物のことだ。いやいや、でももう本当ね、愛情でしかないから、僕を、そういう意味ではもう小学中学校とか、うん、どの学校よりももう今となっては母校ですね。まあ吉本の芸人が吉本興業の悪口言うようなもんだな、じゃ言ったってな。ああ、まあまあ、だから愛情、愛情ですよね。うんうん、うん、うん、そうなっちゃうからさ。そう、うん、でも最近大変ね、 MX テレビね、なんか問題ばっかり起きてんね。あ、そう、うん、問題。あ、まあまあだからあれだね、ちょっとアクセント、ちょっと怖い顔するなよ。ちょっとあのメリハリのある曲だからね。メリハリが、あ、そうか、うん、なるほどね、うん、結構だからやっぱ面白い人がいっぱい出てんのね、だからいろいろと、うん、だからみんなやっぱりあれですよね、そのあのギリギリのラインを楽しんでる方が多いですよ、やっぱり。まあそもそもお前がギリギリの人間だからな、うん、お前の時と深くの時さ、なんかあるかもしれない、うん、なんかあるよね、気づきます、ね、うん、どっちが下車する、どっちが下車する、緩急だからこっちも、ね、うん、いやこっちは大丈夫じゃない。何、ラジオネーム三丁、うん、鍋プロの嫌なところどこですか。いや、あの、ね、これはあるだろう、うーん、だ、嫌なとこって言ってでもね、うん、だろうね。でもお前が人気ないの別に干されてるわけでもないしな、ただ人気ないだけだしな。ちょっと早口になったよね。何、ね、巻きが出てるの。巻きが出てる。ね、巻きが出てる。十分あります。十分。うん、だから結局ね、うん、でもね、そういう意味ではね、うん、本当にね、うん、あの感謝しかない。うん、逆にそういう意味では感謝しか抱かせないようなのはダメだろうと。ね、もっと。ムカつく要素をちょうだいっていうね、ネタになるよな、イラッとさせてくれと、ね、マネージャーにせよ、施設にせよ、場所にせよ、どっかね不満を抱かせてくれと、これじゃ何にもないじゃないかと、感謝しかないじゃないかっていう怒り。お前さ、なんかこう、サンキューフォーザミュージックとかさ、感謝とかさ、なんか一夜限りの夏とかさ、なんかお前宗教入った入ったやっぱ入った入ったなら教えといてくれよ。うん、そうね、なんか変に傷つけても悪いから、うん、多分大丈夫だと思いますけどね。多分大丈夫だと思いますけど。でも分かんないからね、人は内側にいることに気づかないから。やべえ、人は常にね、何かの内側にいる。そうだね、でね、外からの声って、ね、聞こえないんだ、聞こえなくなっちゃうからね、だから何かの内側にいるんだよ。もしだからそれは内側に入ってんだったら教えてほしいし、ちょっと一言ちょうだい、あのサインちょうだいね、そういう時は、うん、逆に今なんか内側っぽい顔してる。いや、メッセージがちょっと強いから。そうね、ごめんなさい、じゃあ、はい、なんかいいんだね、なんかの内側いいんだ。今一番 BGM 上げるとこかもしれない。気をつけてくださいね。はい、まあ、あんま深入りしないよね。そうね、うん、ラジオの夜嫌いの夜行性、はい、いろいろあったかと思いますので、うん、控えめに質問をいたします、うんうん、そうね、岡本夏樹さんとの喧嘩の後セックスはしましたか、うん。
それは仲直りのセックスしたかなって、ね、そうですよ。よく事情が分かってないと思うんだよ、こいつも、はい、それだね、したね大丈夫、大丈夫だ、うん、しました、生でしました生でしたの、はい、向こうがそれを望んだんで、はい、いや、録音じゃないですよ、はい、あんなに激しい夜はなかった気づいたらもう朝日がね大丈夫なの、いや、大丈夫とかじゃない、もうだって聞かれたら答えるしかない、まあそうだな、はい、まあ、セックスという名のでしょ、いやいや、もう生でしましたもう絶対にお前じゃ満足させられない、そこじゃない、お前みたいな、そこじゃない、そこどうだって、ね、めちゃめちゃ方形なんだよ、方形とかどうだ、めちゃめちゃ方形、めちゃめちゃ方形、おかしいな、ちっちゃい、真っ白の筋肉、真っ白、あ、これ申し訳、これ炎上しちゃうの、不別だろこれ、不別だ、射精放棄、お前不別したろ、岡本さん満足させられるようなもの持ってないだろって言うんだよ、不別なら俺ズル向け不別しますよねえ、そうやって射精放棄ではあるんですね、射精放棄ではあるんです、ある、火星じゃない、新生放棄だもん、めちゃめちゃ噛んでるじゃない、めちゃめちゃ石鹸向いてやったよな出川さんとかで、その時は感謝してますその説はまた感謝して、はい、感謝してます、内村プロデュースって温泉で、はい、みんなで遊んでてさ、深川のおちんちんさ、石鹸ついた手で触ってたらさ、こうちょっと硬くなって、止めんのね大変でしたいろんなことイメージしました、いや、そんなやつセックスお前生でセックスなんてできないから、無理だからお前みたいな、言っちゃったな、聞かれた以上はね、言っちゃったなじゃない、誰も信じないから言いたいでしょうし逆にこれは、うんうん、大丈夫、ラッパーザキバチョフ、うん、一番抱きたい芸能人って誰ですか、いんの、あんまり言わないもんね、いや、イメージない、そういうのがね、うん、うん、でもね、まあ結構、うん、いる、なんかどうせ俺の関与、俺の思うところはなんかあれだろう、どうせ、うん、白い肌の白い、うん、女好きだろお前白い女好きだから全然ドキッとしないんだけど全然ドキッとしないんだけどどうなんすか、いや抱きたい願望がもうないね、そういう意味では、あ、抱きたい願望、抱きたい願望ないの全然、まあ芸能人はな、お前緊張するだろうから無理だろうけど、今だから一番抱いてんの DMM.com だからねいや、それも真剣に抱けるように、うん、あの期限付きのやつで、それシコットマンな、え、シコットマンだろ、シコットマン、シコットマンシコットマンフェスがね、11月大事なのだが、11月フェスはないだろ、いよいよアナルテラスがシコットマンフェスって、ね、期限がないとダメだからね、締め切り力必要、シコットマンさん、これ人も来てます、シコットマン来てます、ラジオネーム三中、うん、インテリっぽいオナニーの仕方教えてくださいあインテリって思われてるから、うん、シコットマン、あ、なに、だから方法が分かんないってことシコットマンどうしてんのっていうことよ、だから基本はあれですよ、やっぱ手は使わないですよおおめちゃめちゃ手使ってたらお前いつも威嚇されてんじゃなくて、満員電車の摩擦でやめなさいこれダメだな気づいてくれた、捕まりそうだもんお前これ本当ダメだな、なんかやっぱ俺あのパーケンの匂いしてるもんお前にやめなさいよ、あのブロック塀のさ、住宅地のブロック塀のさ、なんかちょっといくたまにこう空洞なんてな、だああいうのとかいけるよね、ブロック塀のあの穴でやってんの、ああいうのもいけるよ、それはでも方形特有のもんだな、だからかもしんないね、向けてると無理だから、そうですね、かもしんない、やっぱ皮ありきの話かもしんない、いや、よかね、全然インテリっぽくないだろ、全然、あ、じゃインテリ履き違えてるからね、あ、そう、これはさっき答えてくれなかったから、うん、ラジオの3丁多いんだけど、うん、黒ギャルと白ギャルだとどっちがいいですか、やりたいのどっち、黒ギャルと白ギャル、いやだからやりたいとかじゃない、でもねその日によってやっぱ変わるよね、まあそうだろうけどね、基本的にはどっちが好きなのよ、まあどっちかって言うと、まあ、白なのか、ほら白じゃないのお前、だってもともなんか昔は誰か好きだっただろ、うん、この芸能界入る時は、うん、そうかな、誰好きだった、え、俺誰好きだ、いや、いいよ、別にそんな大喜利要求してないからビッグギャスやめてくださいよ、素直に誰か好きな人いたっけって、いや、いや、だからそれこそさ、ほら、はい、天然の
あのなんだ、おっぱいの大きいさ、あの人とかは好き、綾瀬はるかさんとか、綾瀬はるか、ああいう方は好きですよ。でも抱きたいとかではないよね。やっぱじゃあちょっとグラマラスの方が好きってこと？いやまあグラマラスとかじゃなくても全然いいんです。雰囲気ね。雰囲気。いやはっきり答えろよバカ。え？俺ね、こんなにね、こんなにね、俺模範解答がわからない質問だよ。模範解答じゃないです。これどっか書いてあるのこれ？ないですないです。でもああいうが天然っぽい感じ、ふんわりした感じ。なるほどなるほど。あ、ちょっときつい女の子だったらずーっと言われるもんな、お前みたいなだらしないクソみたいな人間はな。おい！さっきから黙って聞いてりゃ、俺がいつまでもヘラ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 笑ってると思うなよ。おい！お前もだよ。怒られるぞ。え？怒られる。我々は。天下の宝刀抜かしちゃいましたよ。じゃないんだよ。自分で処理しろよ。ちょっとね、声のトーンがね、イメージと違った。声のトーンがイメージと違った。そういうことある。そういうことある。あるあるね。あるね。ラジオの走り熊、深川さんは以前の放送で風俗に行く際は古川通るという名前で予約をするとおっしゃっていました。最近もそういったお店にたまに出入りするんですか？最近はでもね、だいぶ減りましたね。いやわかる、我々はそうね、もう年代的にね、それあるよね。でも以前はやっぱその名前でしたね。昔はね、東野さんとね、一緒にあのオナニーのお店行ったりね、オナニーを見てもらうっていうお店行かれてましたもんね、東野さんと深川さんでね。それってあれかな、その出川さんも一緒に行って、その出川さん、あの我慢できないのを楽しむんだけど、我慢できなくてオプションで、結果普通のヘルスになっちゃった。そのことかな。出川さんはそう、オプションを使いすぎて普通のヘルスになっちゃった。本来の醍醐味を全部取り除いちゃった。可愛らしいね、方ですけどね。そう、可愛らしい。そのもどかしさをね、楽しむ。そうだね。東野さんはちゃんとルール通り楽しんでるね。もうじゃあ最近あんま行かないね。行ってないですね。そうだね。もう最近周りでもあんまり行ったっていう話聞かなくなったね、同世代ぐらいね。そうだよね。まあ結婚してる連中が多いからね。どうする、結婚しないの？いやだからそこがもう本当ね、できない人なのかなって。いやできない人だと思うよ。誰ともやっぱりあの人付き合いできないもんね。表情だけおかしいね。表情がいいよ。Stay Night Dreamer Live On Air。さあということでね、もう1時間経過なんですよ。そう、何にも聞けないんだよね。クラリクラリさ、かわしますね。答えてる気がするけど、クラリクラリかわしてさ、そう、全部受け止めてる気がするけど。おい、初めてさ、最終的に自分で、ちょっとこっちの勝利してるのかな。新しいね。新しいね。自分で決勝してください。向いてないわ。だから珍しく、だから次9時台からもまだいてくれんのね。もちろんですよ。だからこの時間帯でお別れの人もいるから、一応宣伝。ああそう、はい、まあもうこれね、ロケットマンサマーフェス2016ね。そう、あの8月21日日曜日で、今度日曜日、16時から恵比寿ガーデンホールで、やりますので、今ローソンチケット、発売中。これ前のリキッドルームがちょっとね、あの少しキャパが大きくなったんですよ。だからもう一生懸命プロモーションしないとってことで。ああそう、そうなんです。売れてないんだよ全然。いやだからもう一人、もうワンプッシュ、ワンプッシュ欲しいなっていう感じなんで。だからメンバーはすごいですよ。美穂潤さん、岩井千真子さん、一段目から言えよ。見えてないのかな。何段目から言ったって関係ないだろ。3段目が悪いって言わないけどさ、1段目から言ってくださいよ。すごいメンバーですよね。お前1段目の DJ コーだって3段目の顔してるぞ。いや顔とかそういうことじゃなくてさ、途中から行くっていうのおかしい。富田ひよりさんもさ、すごいですよ。中塚さん、源田真央さんはないですね。千田光雄さん、伝田真央さんですよ。千田光雄さんはまだね、出会ってないんで。出会ったらちょっとお呼びするかもしれないですけど。恵比寿ザ・ガーデンホールね。そう、ローソンチケットで発売中。
どうか一つお願いします。はい、はい、ということで9時台も深くまだもうちょっと、はい、お付き合い願いますので、はい、ちょっとリスナーの皆さんメールあればどしどし、もう後半は何でも答えてくれるね、うん、のらりくらんじゃなくて、うん、バスト、バスト、うん、一切隠し事なしですから、うん、これだけ来てるからね。ラジオの東北自動車道 FM 栃木、深川さん、はい、J-WAVE の悪口お願いします。え、 A から入るのやめちゃおうかな。おお、 J-WAVE、 おー言ってくれ、あと20秒しかないから。え、あのねあのね、六本木ヒルズ33階からね、綺麗、はい、な夜景を電波に乗せて、うん、え、いや、おしゃれすぞ本当にさあ一部の地域の方お分かり、まあ、聞ける方が引き続きお願いします。おしゃれ、2016年8月14日日曜日、時刻夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。スペシャルゲストは、シコットマンこと、はい、深川亮さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、シコシコっていうことでね、はい、どうしてこうなったんでしょうね。ないね、いえ、もちろんですよ、はい、大好物ですよ僕は、はい、ラジオネームドスコイパンダ FM、 はい、深川さん、はい、ロケットマンとシコットマンの見分け方教えてください。あ、ちょっと、あの出てるか出てないかですよ出てんすか。あ、出てる、あれですよ、川から顔出してるかどうか。あ、そうか、はい、かぶってる状態がロケットマンですね。じゃあ逆です、かぶってる時がシコットマンですかぶってる時がシコットマンですねロケット発生なんで、なるほどなるほど、はい、顔出してる方が分かりやすいですね、はい、なかなか普段は会えないですよね、だからね。そうですね、フェスじゃ会えないですよね。フェス今年どうかな、ちょっと調整して、はい、調整、はい、自分次第じゃねどうなんですか、友達いるんですか最近は。いないの、もう家でこもりっぱなし。あ、でもね、なんだかんだね、やっぱり音に囲まれた生活になってる。うん。だから音を友達として話を進めていいのであればそっちで行くし、よく鍋プロクビにならないな。怖い怖い怖いじゃないじゃん。どういう。まあでも事務所ってのは別にあれだもんね。別に子飼いにしときゃいいんだからな。別に、まあ、ね、それ首切る必要ないもんね。ね、勝手にやってたもんな、別に。なんだかんだ今大黒柱よ。ねえ、お前鍋プロ舐めんなよお前。お前なんかこういう感じになっちゃうね。あ、なるほどね、鍋プロ舐めんな、こういうお菓子だね、作用しちゃうね。そうですか。楽しいフェス。フェスってさ、これ自分のやつだけやってんの？なんかいろんなところには行かないよね。呼ばれる時はありますよ。あんの？うん。ただやついフェスだけはお答えします。なんでやついフェス？プライドを邪魔してるんで。はい。やついくんより先にやってたっていうプライドがあるんだよね。そういうのだったり、なんかね、あいつね、なんか俺へのリスペクトが薄いから。いや、誰がお前リスペクトしてんだよ、じゃあ。いや、僕のこと？いや、別にリスペクトしてなくてもいいけど、でもやついくんはしてよっていうのあるじゃない。でも大体僕がね、地方行ったクラブの後ね、やついくんやっぱり回るんですよ、時期的にね。大体ね、やついくん社交的だからクラブの人と仲いいじゃない。僕のね、悪口で盛り上がってるんですよ。で、どっち発信かっていうとね、クラブ側の発信でね、やついくん、そう、やついくん聞き手になってる。そう。そう。いや、今芸人も多いもんね、DJ やったりとか。フェスやったりとかね。うん、でもいいと思うよ。確かに。まあ走りは走りよ。それは認めてるよ。気にしてないよ。気にしてない。本当ね。気にしてないけど、それがね、女の子なんかでもさ、やっぱ DJ やってるけど、それがヘッドホンかアクセサリーなのかは5年後わかるから。ね。お前アクセサリーだもんな。今んとこね。あれとかどうだ。DJ なんだっけ、大の字の大谷とか。うん、いやだからみんなそれぞれのスタイルやってるから。うん、そうそうそう。あれみんなやっぱ違うの？全然違う。うん、そう、ジャンルも違うし。うん、だからあれでしょ、深谷君のやつは盛り上がんないやつよね。え、何？深谷君のやつは静かなやつだろ。いやいや、全然だからさっきの EDM とかハウスとかっていうこの縦乗りの方だからね。
わーっていう感じですよ、うん、ボサノバばっかりかけてんじゃないの？ボサノバ好きだけどクラブではかけないよ、うん、クラブでボサノバかけたら結構新しいよ、うん、結構新しい、そうそう、俺そんなのやと思ってん、うん、ボサノバ、ボサノバと湘南の風順番にかけてんじゃないのそれ何を見た何を調べたその心臓に悪いぞ、斬新すぎて斬新すぎてさ、それでもそういうのもまあなしじゃないけどね、やりようによってはね、うん、いや俺らさ全くわかんないんだけどさ、 あれってやっぱりさ、オープニングからさ、うん、ラストまでさ、うん、こう徐々にこう波作っていくわけ、盛り上げたり、うん、ちょっと沈めたりとか、どうすんの、あれ、まあ人にもよりますよ、だからお寿司と一緒何から食べる、順番あるでしょ、順番、あ、ね、その人のさ順番でさ、はい、やっぱりあるじゃん、組み立てみたいな、うんうん、でもそれルールはないじゃない、お前のはだから白魚しか出ねえんだろ、最初から最後まで白魚尽くすの、何が白魚 DJ やねん、いやいやねえ、何が白魚 DJ やねん、やねえんじゃねえ、ホワイトフィッシュもお前対岸にしろ、大阪から一番遠いんだお前はホワイトフィッシュも対岸にせえや、本当に東京通り越してお前東北の芸人みたいだからな、どうしてんのかなと思って、あのこれね、ちょっと真面目な回答になってしまうけど、あの D スタイリストとデザイナーの違いみたいなところありますよ、でスタイリストっていうのはいろんな服を集めて人とのスタイリングするでしょ、うんうん、それ DJ、うん、で僕はね、うん、デザイナーの方、服を作る方、服を作るの、作るんですよ、だからさっきも聞いたでしょ、曲はね、なんて曲だった、なんだかしんどい、しんどい意味、しんどい意味で、正直しんどい、お前も相変わらず大喜利下手くそだな、大喜利下手くそだな、リアルに忘れてんのよそう、だから服を作る人、だから曲を作る人、まあそうか、そうそうそう、で、あの方、DJ っていうのはスタイリングの方、なるほど、てめえの曲しか使わないの、じゃあ福川君は、ね、9時代はてめえになるんだっけ、あのね、自分の曲、自分の曲も織り交ぜますよ、織り交ぜます、それってさ、俺らが分かりやすいところで言うと誰なのよ、うん、DJ コーとかは違うんでしょ、またDJ コーさんは TRF の曲をかけたら、あ、まああれはそうか、最近の DJ は、うん、両方やる人も増えてきてる、世界的に、自分でも作るし、そう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 、僕はだから作ったのを、でもお前の作った曲なんてさ、誰も知らねえんだから盛り上がんねえだろ、将来の数かけろーって言われないよ、あのね、うん、それに近い時もあるあのね、ライターが飛んでくる時とかあるよ、ライター、うん、こっちタバコ吸って火探してないのにライターが飛んでくる時ありますそういう時もあるの、そういう夜もあるし、あ、まあ、そういう場所もあるけど、いいんです、いいんです、そう、いいんです、自分の好きなのをね、かけるっていう、まあそうだよね、そうそうそう、別に芸人やってたからってウケるわけじゃないんでしょ、そうそうそう、もう今別に珍しくないからね、昔はあのそれこそ打ち火出た時なんかは、うんうんうん、もうブースに立つだけでみんなわーっと上がる、あ、で今はもうみんな当たり前になってるから、だからそういう意味では今その DJ として見てる感じはあるよね、ただのホームレスみたいな顔してるもん な, なえ、ホームレス DJ 新しい HDJ HDJ さあこの時間はね、まあ福川君来ていただいてるんですけど、うん、ちょっとまあね、あの夏フェスとね、うん、まあコミケ、まあこいつら二人コミケが好きなのよ、うん、コミックマーケットが、オープニングのね、話だね、はいはい、だからまあちょっとそれのなんか対決みたいなのをって思ってたんだけど、うん、まあちょっとまあ、夏フェスが俺らわかんないからな、そうなんですよ、だからいろいろ教えてもらわないとさ、まず対決も何もさ、うん、いやでもな、大体わかるでしょ、でもね、いや、そう、見たこともわかんないし、行ったこともないですし、うん、何が楽しいのあれ、いや何、昔で言うとさ、うん、まあ、ああいうのって男女の出会いの場だったじゃない、そういうクラブみたいなのって、あ、まあそういう側面もあったでしょ、ね、うんうん、それじゃないでしょ、でも深川君のところに、だって音楽ライブですよ、だから音楽ライブプラス、なんかそのいろんな人たちがね、この一堂に返すみたいな、うん、まあもう文字通りそのお祭りのね、うん、感じですよね、お祭りを、お祭りなのね、まあフェスはその通りね、盆踊りの、おーおーおー、まあ現代版というか、おーおー、うん、だってこのやっぱり、うん、ロケットマンサマーフェス2016のさ、うん、やっぱりそのメンバーって言ったら美穂潤さん、岩井志麻子さん、中瀬ゆかりさん、うん、太田文恵さん、岡崎奈々さんっていうメンバーだからさ、うん、その男女の出会いって感じじゃないよね、うん、そうですね、なんかちょっ と,、はいはいはい、その公民館の、ね、なんて講演会、講演会みたいな感じだろ、このメンバーで、面白いお話を、そういう意味ではその男女の出会いも何もないよな、ほらだからコミケの方がいいよな、それだったら、まあ、いっぱいいます、男性も女性もいますからね、いやでもほら、だって岩井志麻子さんと中瀬ゆかりさんの、うん、だって2人の
楽しい家系の漫才みたいなもんだろ。まあまあでもね、そのコスチュームとかさ、ほらそれこそ有吉反省会でもさ、あの格好してじゃん、やってらっしゃるけど、ああいうのでさ、このメンバーじゃ若い男女来ないじゃん。だって美穂純さん、岩井志麻子さん、中瀬ゆかりさん、太田さん、切り取られてる。絶対全員言う。1段目、2段目、4段目、切り取られてんの、ね、誰か切り抜いたの。小堺さんがやってた頃の、あのほら、おばさまたちが集まってさ、いただきますだっけ、あんなね、ご機嫌ようとか、あんなんだね、おばさま方を呼んで、トークするんだろ。いや、それがそういう人たちも、ね、いらっしゃるし、それがベストだよ。若いアーティストもいるから、ポンじゃねえよ、スーって投げるんじゃないよ。チラシ終了の合図くれよ。バカ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 、ね、チラシポンじゃないよ。回答中にさ、何が夏の準備はいいですかだよ、ね、いいじゃん、聞きぐらいじゃないね。わかんないですね、着物着物何するのか分かんない。夏に何をするのかっていうのわかんないです。夏だから、夏っぽいことが、だから大人になるとこれ夏っていうのも実感しないじゃない、うん、あんまさ、はい、でもこれが夏なんだっていうのをさ、うん、実感する日ですよ。いや、お前するだろ、別にホームレスでお前外で寝てんだから、お前暑いな寒いって。あたいがいつからホームレス。え、あたいがいつからホームレス。ねえねえ、言った言ってたよ。ねえ、来てるラジオに参って、あ、来てんじゃん。あれさ、風前の灯火、深川亮の野郎がよくわからないマイナーなウェブサイトのインタビューで、うん、毎年イベントをやる理由を語ってやがりました、うんうんうん、お客さんに楽しんでほしくてやってるんだという気持ちを再確認できます、うん、テレビやラジオに出るとどうしてもそこが鈍ってしまうところがあるんですよね、うん、はぁ、お前テレビもラジオも出てねえだろ。支持者ゼロ人のな、ネクラ芸人が人気タレント気取ってんじゃねえよ。正直な、暇だからイベントやって小銭稼いでますって言えばか。おかっぱの中年がカッコつけやがって、クソみてえな床屋でスポーツ狩りにして一から出直す。一段となんかあれだね、一段と口悪くなったね。ね、なんか、あ、来たなっていうね。うん、正直ね、なんか、こういう方たち20時代はなんだかんださ、うん、なんかこの有吉君フィルター入ったけどさ、はいはい、あ、なんかサンドリ来たなっていう、うん、なんかただいまっていう気持ちはあるね。聞いてる方はもうずっとこういう方。うん、なるほどね。どまあ、偶然飛ぶしぶあたりからね、ちょっとなんか、体がこわばり始めたみたいな。最初っす。序盤も序盤。これはどう、まあ、これ気になる。でもほら、嫉妬だからね、うん、結局。ね、こういう人たちがさ。そうかな。うん、羨ましくてしょうがないみたいなね。まあ、自由気ままにやってる深川君みたいになりたいなと思ってるから。憧れだよね。憧れの裏返しでこうなっちゃうんだよね。やっぱそうなのかな。嫉妬なんだね。嫉妬か。憧れだ、憧れ。わかるわかる。かわいいもんですよ。みんな気になってるみたいよ。あ、そう。やっぱ芸術家肌だから結局。そうなの、はい、そうなの。デザイナーとして。ラジオの三九三新 FMC が。深川さんは映画撮らないんですか？あ、映画はね、本当に全然ありますよ、構想は。ただ、やっぱり生半可な映画は撮りたくないので。うん、また水面下です。また水面下？そうですね。いくつかプランはあります。本当？はい。どうせあれだろう、ちっちゃい単館で5人ぐらい集めてオナニーみたいな映画するんだろう。オナニーもいいじゃない。いや、いいけどさ、そんなんじゃなくて、なんかちょっとたまにはさ、こうメジャーな舞台に出てほしいよ。単館映画ですって言い訳をせずね、うん、そう、うん、ハリウッド映画をね。そうよ、単館なんて、ああ、やっぱりなだもん、単館だからこれぐらいでいいでしょっていうことはしないですよ、ダメになっちゃう、やってよ、でかいやつ、いやいや、それはもう全然いつかやりたいなと思ってますよ。、今だからいろいろ進めてます。本当、やってんのね。一ついい、やってません。それが聞きたかった。最近映画とか、映画好きだよね、でもね。そう、映画好きだけどね、本当ね、木をてらってるわけじゃなく、少しね、偏ってるから映画の話ね、できないんですよ。あ、ちょっとカッコつけた感じになっちゃう。だからそういうふうに言われるでしょ。そうね、でまたさ、ほらジブリ見てませんとか言うとさ、もう非国民扱いされちゃうじゃない。まあそんなのが多いね、今はね。そうそうそう、だから怖いんですよ、映画の話。好きな映画って どんなのが好きなんだっけ。だからまあ言っちゃうと、ほら、エターナルサンシャインとか、ミシェル・ゴンドリーのやつとかね、あと昔ミツバチのささやきとか、あとあれも8月のクジラとかも、ね、いいんだよね。ネットで調べてるだけだろ、お前バカ。あのね、いや、ネットで調べて今発表したら相当ヤバいやつだよ。ね、相当ヤバいやつ、そいつ興味あるわ。
そうだね、ネットで調べただけで好きな映画は好きなんだよな、ね、そういうの、ね、そういうの好きなんだよな、ね、共有できないのよ、ああシェアできないの、そうだね、全部そうだよ、もう何にもお前と共有できないもん、共有できる人間いないもんな世の中にな、よく一人で生きていけるよお前みたいなもんが、寂しいだろ、ちょっとマイクオフにしろお前これ以上はもう電波乗せちゃいけないフレーズだえ、ここで言う分にはいいけど、電波乗せちゃいけないことがあなた言おうとしてるぞ、ね、親ぐらいは口聞いてくれんのか親ぐらいは口聞いてくれんのか、若い野郎ギリギリ聞いてくれるよギリギリ聞いてくれるよこれ一人で旅行行くのも好きで、これあるラジオネームラッパザキバチャフ、アイスランドの良さ何ですか、いやだからまだ言ってんの、まあ、今はもう好きすぎて、うん、行きたい気持ちを貯めてます行かないことによって、はい、ただ行ってた時に聴いてた曲を聴くといつでも私の体はアイスランドにトリップします、あ、はい、あれ本も出してたもんね、アイスランド本もね、はい、出しましたし、あ全然出ねえなあれ、話題にもなってないな、いやいやいや話題とかじゃないからね、マジで売れてないだろあれ、えマジで売れてないだろ、いやいやまだ集計はしてないけどま、ああいや何年前だっけ、厳密には数えてない、えあれ何年前出したの、5年前5年前で今集計する、今集計する、出てます、もう開票にね、開票時間かかってる時間かかってる、管理出口調査結構してるからね、うん、あほらお前集計してないけどさ、うん、こういうのあるよ、うん、ラジオにラッパーだけバチョフ、デビュー作の小説は、うん、Amazon 小説ランキング、うん、77万位ちょっと単位がその単位がさ、今一回ちょっと受け取れなかったんだけど、集計してくれるんですか、まだだから今上昇してんじゃないの、数え始めた77万位から上昇しないからいや逆にさ、よくそこまで順位出してくれたよね、すごいですよね、うん、感謝だね、でもこいつはねラッパーザキバチョフ、そこを前一節抜いたんだけど、前編読むね、好きだわ、大好き深川君のこと、ラジオラッパーザキバチョフね、うんうん、深川さんにいろいろ文句言ってますが、うん、実はゲスなみんな、うん、深川さん大好きなんです、うん、深川さんのいいところならいくらでも言えます、うんうん、あそう、どんな言葉にもうまく返す対応力、うん、あの慶応大学を卒業した頭の良さ、うん、滑りまくってもテレビに出られる、面の顔な、面の顔は、皮の厚さ、うん、デビュー作小説がアマゾン小説ランキング77枚、うん、岡本夏樹や山川から嫌われる性格の悪さ、うん、作曲 DJ 小説家など全部に手を出すがどれも中途半端、うん、つまらなくて気持ち悪い顔などなど好きなところばかりで深川さんをいつも応援してます、うん、今後もクソみたいなことをし続けて、うん、リスナーを大いに笑わせてください、うん、嵐君ちょっとイメージと違ったんだけど、ね、ちょっとイメージと異なってたんだけど、うん、最後までなんか期待したんだけど、うん、好きなのね、でもね、好きみたいよ、まあ、まあ結果好きならいいよ全然ね、えどういうね解釈してもいいですよ、はい、ありがとうございます、うん、ちょっとイメージと違ったんですけどね、もう一枚質問、ま、真摯に質問答えてやって、あそう今までできてなかった、できてない、ちょっとごめんごめん、全然向き合ってるつもりだったんだけど、ちゃんとして、うん、ラジオネーム騙しやすけしん、深川さんはいろんなことに手を出してことごとく失敗して、いやどうした大丈夫、読もうか、ちょっとね、テレビ読もうか、読もうか、読もうか、読まないですか、今の途中ことごとく失敗してで終わりましたね深川さんはいろんなことに手を出してことごとく失敗して、生き恥をさらしながら泥まみれ、クソ尿まみれのクソ人生で生きていく、生きていく価値もない寂しいだけの孤独な人間、うん、誰からも支持されておらず、うん、見向きもされず興味も持たれない、うん、死んだとしても、うん、誰も悲しまず喜ばずニュースにもならず、微生物も分解をしてくれねえどの生物にも何の利益も幸福も不幸ももたらさない、うん、生きる無駄足ですが、うん、今現在、うん、AKB の中で、うん、好きな子は誰ですか、ずいぶん長い助走だったな雨にも負けずみたいな、ずいぶん長い助走だったな、何え答えてあげてください、その何そこの目的に答えてあげてください、たどり着くのにそこを経由する必要あったAKB って誰が好きなのか聞きたいだけなんです、うん、まあ卒業しちゃったけど板野さんだね、
相変わらず板野友美ちゃんってオナニーしてますねあ、板野が好きなの？変わってないね。あそう、まあまあ、今誰がやってるかあんま分かんないけど、あ結構白くないですけど、苦手そうだけど俺ギャルっぽいから、うんうん、あ、もうあんまギャルっぽさ感じなかったけどね。そう、本に合うとそんなもんかね。あ、うん、あの一回さあの山川さんのスマホチェックしてもいい？あの子送ってんのよ。さあということで深川亮さんをね、うん、お迎えしてちょっとまあ夏フェスの魅力なんかをねちょっと教えてもらってるんですけど、なかなかちょっとゲスナーの連中には伝わってないというか、あーそう、言葉がねちょっと足りないのかな、難しいのかな、うん、何をするんですか夏フェスって、その曲うん、だからみんなのね気持ちをなんか満たすっていうことなんだよね。なるほどね、まあそういう意味ではコミケも一緒だろう、はい、そうそうそう、みんなさほらやっぱりその体感したいからね、うん、曲をさ買うことはなくなったけど、やっぱりそういうライブとかさ、うん、そう、体で味わうのを求めてるからさ、うん、コミケなんかもそうでしょ、うんうん、ね、やっぱりそこにその何があったかしらけど、そこの空気とかをさ、うん、体でこの肌で感じたいっていうことでしょ、コミケの方もさ、行きたいんだって、やっぱ行きたいっていうファンもいるよ、お前んとこのリスナーじゃないか、うん、これあかな、うん、ラジオネーム7ボーイ、うん、関東方形深川のキモロンゲ野郎が日本のクズタレントばかり集める鍋プロ主催でロケットマンサマーフェス2016を開催するそうです、チケットは5000円というバカ高い値段であり、決して外では着れないようなダサすぎる T シャツも販売し、ここぞとばかりに儲けようと企んでいます。おい、またこんなダサいイベントやるのか。去年の深川祭りであれだけ実力不足を発揮して成し遂げたことといえば、岡本のコスプレゴリラをメディアから追放したぐらいしかできてねえのに、無名アーティスト集めて小銭稼ぎしてんじゃねえ。ホームページ覗いたら夏の準備はいいですかとか書いてあったな。そりゃこっちのセリフだクズ野郎、てめえこそ我々ゲスナーにケチョンケチョンにされる心の準備できてんだろうな。今日はてめえの関東方形から腐り切った不祥が二度と顔出さねえぐらいに痛めつけてやるからな。ちょっと今から246行ってきていいから。そのあいつじゃないですよ。あいつな気がしてきたわ。アニメ性あるからね。アニメ性あるかもしんないけど、優しい表情だったんだよ。FM 三重から送ってくださった。今度あいつだったら胸ぐら掴んでるから本当に。胸ぐら掴んでドンってやるから。胸ぐら掴んでドンって。本当に壁にさ、あいつの可能性あるわ。聞いときゃよかったラジオネーム。確かにね、優しいね、声色優しかったけど、いやね、こういうのって送ってる可能性あるよ。深川祭りは、あ、そうか、それが話題の深川祭りか。うん、深川祭りってそう、まあまあ、多分そういうことだろうね、ロケフェスのことだろうね、はい、あ、そういうことか、去年の、うん、今回はじゃあ問題起こんないね。今回は DJ コウさんが突然無断欠席するとかないね。今まで一回だって問題も起きてないんだからさ。あ、そう。なんかいないね。中瀬ゆかりさんがぶち切れたりしないね。いや、そんなもう仏の中瀬さんですから。あ、そう。大田和文江さんは大丈夫ね。大丈夫ですよ。すごい DJ が集まったね、でも。美穂潤さん、岩仕事さん、中瀬ゆかりさん、大田和文江さん、岡崎奈々さんって。取り上げてくれ、あの人たち。もうちょっとねんだよ。3番目だってなんでこれ、これ伝田真央さん、うん、ねえ、千田光夫さんもないですけど、千田光夫さんもないね、千田光夫さんもフィーチャリングしてみたいですけど、伝田偉い、伝田偉い、伝田真央さん、この人もイベント出ますから、でその人のあのフィーチャリングして、We can feel it all over トロピカルミックスっていう、聞いてください。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあということで、東京ハンズも JFN スタジオから有吉弘行とトップリード和賀と優しい雨松崎がお送りしているサンデーナイトドリーマー、うん、まあ深くいろいろメール来てますけどもね、はい、やっぱ途絶えないね、そうですね、なんだからね、いや、そう、やっぱり、うん、メールの量っつったらすごいよ、やっぱ、うん、いや嬉しいですよ、うん、なんあれ見てんの、オリンピックとか、オリンピックもまあ多少後追いにはなっちゃいますけどね、あ、うん、まあその録画で やってるやつね、だったりね、うん、生で見ることはないのね、暇なくせに、あんまりね、うん、
まあその暇とかそういうことじゃなくね、うん、まあ後から見るぐらいがいいかな。うん、夜何時に寝てんの？まあでも朝早くなっちゃったね、だいぶ。起きるのが。起きるの聞いてね、何時に寝るんだっつってね。バカかお前。何時に寝るって聞いてるの、起きるの早くなったねじゃねえだろ。冷たくなったね。曲挟むと冷たくなったね。目を求める目を向けないでくださいよ。さっきまで和気あいあいってあった。さっきまで和気あいあいだったから。だいぶ思ってましたよ。でも本当早くなっちゃって、本当10時とか、11時ぐらいに寝始める。ああそりゃ早いわ。で朝5時6時に起きて、うん、ウォーキングとかするから。で新聞配達やって。そう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 。大変だ。あの牛乳瓶とかねやったりとか。いいからこれ。え？カチンときたよ。すまん。カチンときたよ。ごめんごめん。カチン。歯ぎしりだけでなく山川さん、腕を上げない芸人がいないぞ。山川さんの表情、山川今なぜか笑ってたよ。雪解け、雪解け来た、やっと雪解け来た。何が好きか分かんないから。これか。なんでこっちやんでんだよと思ってた。待ちだった。雪解けだ。ああよかった。大丈夫ね、ゴモラ。深川さん、オリンピックで抜くならどの競技ですか？あのみんなねやっぱ肉体とかっていうでしょ、うん、うん、実はそっちじゃないんだよね。うん、うん、審査待ちん時審査待ちん時のあのそわそわした表情、あれが一番いける。何点頑張ってるみたいな。靴をなんか脱いでる時とか、うん、なんか終えた時とかね、ちょっと隙がある時がいいよね。そう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 。本編じゃない、本編じゃない時、本編そう、もう全部終わって、その時はもう緊張感で一番セクシーだ。そんこん本当変態なのよ。だから結構やっぱりこんなやつがさ、若い女の子捕まえてさ、レコーディングとかやってるわけ、一緒にスタジオに。それはそれこそ若い子たちね、一緒にフィーチャリングだっつって。そう、大丈夫なのだそれ、お前なんかその子たちが好き見せた時でオナニーしてないな。なんかそうですね、つぬぐとこもあるでしょ。いやだからそれは音楽である種のそういう、まあ何、そのエクスタシーですよ、ある種の。うん、音楽でエクスタシーを感じてるわけです。いやでも音楽で緊張して歌ってる時はいいけど、うん、ちょっとあのもう長時間になってきたんで靴脱ぎますとかさ、スタジオの中で、うん、そういう時でお前抜いてないだろうな。うん、うん、だからあの射精はしてるかもしれないけど。あの透明なやつは出てるかもしれないけど、透明なやつ全然迷惑かけてない。迷惑かけてない。透明なやつも透明なやつで終わってる。いやこの前もなんかツイッター見たらなんか富田しおりちゃんのラジオ行ってさ、やってたよね。もう孫みたいな感じで、孫みたいな感じで可愛らしく、こういう子たちってさ、なんて呼ぶの？おいロケットとか言うの？なんて呼ぶの？こっちから、どっちで呼ぶ？先生って呼ばれるの？え？いやだから逆に富田さんから「おいシコット」って呼ばれてみたいよ。そういう子じゃないから呼ばれてみたいって一回あるけど、ね、そういう子じゃないから。昔のほら演歌の世界の作曲家先生とは違うんだろ。ああもちろん違いますよ。で私は富田さんというね色をお借りしてるっていうことだから、だから全然そういうことじゃないから。そう、なんでフューチャリングってカッコつけんの？なんかいつしかみんなフューチャリングとか言い始めたけど、なんであんなお前までカッコつけんのよ。いやカッコつけるように聞こえるかもしれないけど、まあだからそういうそのそういうアーティストをね、フィーチャーしてっていうことだからさ、フューチャー、フィーチャー、まあフィーチャー、フィーチャーって日本語でなんて言うの？だからあのフィチルだよね。日本語がフィチル。いい加減にしろ。富田しおりさんをフィチル。日本語で言うと。そうするとなんかで格好つかないから、やっぱり英語のフィチャリング。うん。まあでもフィチルでもいいかもしれないけど。ことばっかりしないでよ。上辺だけなぞっちゃダメよ。本当に。うん。ラジオに弟子の正彦、深川さんはお父さんお亡くなりになられてますか？いやいや、まだご健在ですよ。はい、よかった、よかった。あれ、ご兄弟いらっしゃるんでしたっけ？兄が二人います。お兄さん、お兄さん二人何してんの？
兄さんはちゃんと仕事、はい、してますよ、はい、お前だけ本当出来損ないだろ、いや家計で言うと、いやまあ出来損ないっていうか、そのなんていうの、あのまあ末っ子っぽい雰囲気だよね。結構いいちゃんとしたご家庭だもんな、お父さんもお母さんもちゃんと立派で。普通ですよ全然、うん、お兄さんもちゃんと働いてらっしゃった、まあ、お前だけだろクズみたいな。まあまあクズとは言ってないけどね、親からはね、うん、うん、ゴミ、いやゴミとも言ってないよ、うん、あ今曲挟んだ、ほんま挟んだ冷たくなったのは、立派な横浜に立派なお家があるのになんか勝手に東京出てきてホームレスやってさ、うん、まあでもお母さん心配だぞ、うん、そうだね、孫の顔見せてやれよ、働かないとな、そうだね、働かないよもうフェスやってる場合じゃないよ、あいつ打ってる場合じゃないな、これはどう、うん、これ本当かな、知らなかったな、うん、どうしたラジオネームしおり、うん、ネットで、うん、深場涼、うん、嫌いな芸能人で検索してみたところ、うん、スザンヌが深場に対して共演 NG を出しているらしく、うん、その理由は深場がしつこくくどいたからと書いてありました。これ本当ですか、うん、あれそれ音羽さんじゃなくてえ音羽さん、音羽さんはかつて、うん、あのちょっとあの距離感危なかったねもちろんその結婚する前ですよ、藤井、ね、さんと全然そういう雰囲気出す前の頃ね、うん、あの時はちょっと、ね、距離感危なかった時あった、あそう、うん、ちょっとね舞い上がった時あったけど、スザンヌさんどうだったかな、もう何にも知らないからね、スザンヌね、じゃあ音羽さんね、音羽さんの間違いでね、スザンヌさんもちょっとあったかもしれないけど、音羽さんの時に比べれば全然優しいもん、確かに音羽さん天然でグラマラスだわ、ちょっとやっぱそういうタイプお前やっぱ好きなんですよ、なるほど、で黄金伝説のまんじゅう1週間の時にあの企画で来たのよ、なるほど、そう企画とはいえさあの空間に来るからちょっと舞い上がっちゃったんだよね、あなるほどね、そうそうそう、あだから、うん、あだからそういう意味ではお前山川のことやっぱりそう、うんあれなんだよ、ちょっとタイプで、うん、そういう目で見たんだろう、あそうなのかな、ちょっとやっぱほら色白でグラマラスで、確かにこうやって見る、あの時はだから異性として見てなかったけど、うん、今改めてこうやって異性として見るとやっぱり悪くないよね、この番組の秋田家長と呼ばれてんだからそんなことないよ、全然いいよ本当、えじゃあ特別に夜の勝ちにしようかな夜後で、え後で、あ今いい、じゃあ今やっちゃう、うん、夜の勝ち、夜の勝ち、うん、え全部の勝ちにしようかな。ちょっともう、え来てるよ。来てる。じゃあ、なんか、頭に来ること言ってくれないと。頭に来ること言ってくれないと。ね、いや、でも、えやっぱ気持ち悪いって、面白くねえって。気持ち悪いってどういうことだよ。えカチンと来たよ。カチンと来たよ。はっ外すなよ。大丈夫かうん。鬼の行走Day Night Dreamer Live On Air。 さあということでね、ちょっと深川君は、うん、ラップみたいなフリースタイルみたいなのは全然やらないじゃない、あでもねあのやってはいますよ、あそう、さすがだね、やっぱり何でも取り入れるんだね、クラブだからね、うんうんうん、そうか、うん、だからね毎回今毎週ねフリースタイルみたいな感じでリスナーとちょっと対決してもらってんだよ、うんうんうん、でリスナーが深川君のメール来てるからラップがね、うんうん、ちょっといい付き合ってもらって、ああいいよ僕はフリースタイルやればいい、やればいい、うんうん、受けてね、うん、こいつらのやつを受けてから、うんうん、ちなみにまあどんな感じでやってるかはいいか、いいよね、もう深川君にやってもらおう、うん、深川君のやつで、はいはい、フリースタイルなんで、うんうんうん、じゃあ松崎、はい、我が川僕からいきますか、はい、うんはい、ラジオネーム美は乱調にあり、うんいや、出川に皮を剥いてもらう。深川の人口反応する。深川の好きな AV のジャンル。素人ナンパ、浴場する。深川はもはや犯罪者予備軍。JK に手出し逮捕される。信用失い解雇される。人望がなく、ほっとかれる。仕方なく、家で作曲する。クソみてえな曲、批判される。やけクソになって、酒に溺れる。道で寝ていたら惹かれて死ぬ。YO!、うん、えどうぞ。インフン、インフンでないけど。え、いいね。YO!、うん、YO!、うん、えとか言ってるけど、うん、ええー、俺のチンコ。誰のチンコ俺の好きな。
いや、深は、お前やってるっつっただろ。何フリースタイル。一応取り入れてるよっつったじゃない。うん。全然できてないじゃない。いや、びっくりした。びっくりしたって。いや、そういうもんだから。いいね、なんかディスられたら、そうそう。なんかこう、ラジオ、はい、じゃあ何ディスラーに。ディスリスペクトだから。あ、こっちに入ってるから。こっちにやんの。そうよ。お前言ってんですよ。言われたんだよ、それだけ。おい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 、お前の。一緒じゃねえかよ。何だよ。おい、おい、ビワランチョ、ビワランチョ、君はタマランチョ、俺はランチョンマット、インに夢中になりすぎなんだよ。インに、インを踏むのに夢中になりすぎ。俺のバナジウム、ジョイマンじゃないんだから。お前のバナジウム。一回やめろ、お前。やんないのね、ラップは。ラップ？ラップは知らないの？いや、ラップは知ってるけど、このコーナーの、あの、ルールは、まだ。あの、フリースタイルダンジョンとか見たことないの？あのね、噂ね、聞いてる。うん。噂ね、聞いてる。見てないのね、じゃあ。でも、ちょっと、ラジオゲストで来てもらったこととかあるで。うん。だから、もっとこう、ラップでちゃんと返してくれないと。今、なってなかった？全然よ。ただそれ読んでるだけだから。読んだお前ジョイマンみたいなことやってるだけだから。言い踏むのに必死で。ビワランチョン、俺はランチョンバット。バナジウム、バナジウム。いや、誰に言うの？こっちに言うの？そうだよ。それビワランチョンにあるの。もういいよ、こいつ。次行くから。もう一個、もう一個ある。すぐ返すのね。そうよ。なるんで。即興だから。オッケーオッケーオッケー。うんうん。はい、じゃあ行きます。はい。じゃあ行きます。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ザキバチョフ。見事に司会こなす5時に夢中。世間のみんなは深川に夢中。日本全国深川の主中。みんなに笑顔をお届け中。深川は今日も前進中。なんて言うと思ったか。汚い顔をテレビで晒すな。深川の顔はほとんど肛門だ。喋る肛門、語る肛門、DJ の肛門、司会の肛門。見ているだけで吐き気がする。深川の顔にモザイクをかけろ。よよよ、俺の肛門見たことあんのか。ザキバッチョ、俺の肛門。本当の肛門の美しさを見たことない。俺の肛門、誰の肛門？いつか訪問してみろと思う。俺のモザイク、君のブサイク。明日は対策練ってろよ。これ誰に謝罪したらいいの？これ誰に謝罪したらいいの？謝罪ないで、そんだけもう罵倒されてんだから、全然返せなかったんだから。俺ないんだ、そのディスリーが俺の体の中にないんだ。ああ、じゃあ別にディスらなくてみんな褒めりゃいい、リスペクトもあるからね。うん。あ、そっちいいのね。そっちでもいいよ。そっちちょうだい。なんだろ、肛門意外と美しいみたいな。リンダリンダみたいな、なんなんだよ。出ちゃったんだね。リンダリンダが出ちゃったね。コンマさん出てきたんだね。出ない。ごめんなさい。ごめんなさい。リスペクトでもいいから。ラップをしてほしいね。オッケーオッケーオッケー。はい。じゃあ行きましょう。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。サンドリに高額のギャラ徴収。クソ芸人の吐きだめ鍋プロに所属。公平な態度でスタッフに嫌われる。こんなやつ誰も好きになるわけなく。つまらない、臭い、まるでおぶつ。芸能界の汚いゴキブリ、それが深川という名の男。よよとか言っちゃってるけど、お前の悪口、結局愛情、そんなの。愛情、俺の感情、お前の戦場、どこか誕生、お前は好きだ、俺は、おい、いい加減しろお前。会長呼べ、会長。鍋プロの会長呼べ、早く。いや、途中までいい感じだったよ。全然だよ。途中までいい感じだったよ。インフムロに必死なんだよ。何回そのミスやるんだよ、お前は。全然、ラップできないのよな、結局。ね。いや、だってさ。しないですか、そのフェスとかでは。いや、だからフェスとかじゃなくてさ、こういうのはさ、本当にこれ、
回ね、うん、家に帰らせてくれればもう100点のやつ持ってくれる。家で作ってくるのは得意なの、ね、得意なの。アドリブそんな得意じゃないんだよな。いやアドリブっていうかそれをやらせてくれれば難しいです、ね、いやでもそうはいかないからね、うん、1年に1回しか。じゃあもう1回ちょうだい、もう1回やらせてよ。まだあのこのままじゃもうダメだよ。もうないって。じゃあ俺が今やるよ。俺がやるよってどういうことだよ。えじゃあ何全体に、じゃあリスナー全体にサンドリにやるよ。サンドリやってくれよ。いや今日のサンドリ、こんな段取り、いいの勘取り、忍ぶサンドリ。お前、それ考えてきたやつだろ。え考えてきたやつ。クオリティ上がってる。これだけよ、さすがに今でも考えたやつじゃない。考えてこのクオリティはさすがにひどいだろ。ね、勘取りじゃないんだよ。ね、いや、分かった、ラップ下手な。これはいいだろ、これできるよ。うん、得意分野やらせてやるよ、じゃあ。あ、そう。一番得意。ごめんなさいね、なんかね、迷惑かけて。ラジオネーム三丁。チンコあるあるを一つ教えてください。いや、だから、あるあるの走りだって。でもさ、なかなか難しいんだけどさ。頼むよ、一番いいやつ。うん。結局ね、触れるか触れないかぐらいが、一番いいよね。この、袋の方のね。そうだね。Slay Night Dreamer Live on air。 さあということで有吉力サンデーナイトドリーマー深川さんをお迎えして2時間お送りしましたけど、そろそろお別れ、もうお別れだよ。いやいや、ほんとに毎回毎回なんかすごく早く感じる。いや、そう。何分とかちょっと長く感じたけど。あそこだけちょっとなんか体感時間変わったけど。俺めちゃめちゃ5時間ぐらいのラジオの感じだよ、ほんとに。めちゃめちゃ長く感じたよ。おそう、人それぞれだね。最後、皆さんがどう思ったのか。うん。ラジオネーム、弟子の正彦。うん。なんだ本日のラジオ最高でした。深川さんのおかげで、うん、俺より、クソみたいなクズがいるんだな。深川ってめちゃめちゃ気持ち悪いな。マジで死んでくれねえかな、と。とても勇気づけられました。本当にありがとうございます。うん。いいね、ちょっとアドレス写真だけ撮らせてください。ダメ。写真撮らせないからダメですよ。そうか、管理だね。こういうやつもいるのよ、でも。うん、いいよ、いいよ、いいよ。でもそう思ってくれればね。そう。うん。希望です。逆の人もいるでしょ。うん。やっぱり。ね、なんか、そうですね。が届かないっていう思う人もいるだろうしね。両方いるでしょ。ラジオネーム、東北自動車道、FM 栃木。うん。深川さん、うん。今すぐ服を脱いで僕のメールにおちんちんこすりつけてください。それぐらい応援してるよ。最高じゃない。うん。ね。じゃあやりますよ。いや、いいよ。やらなくていいよ。臭いから。え光景の臭いから。この匂いがね、結構、好物な人もいるんだよ。いいよ。まあ、好物な人はいるだろうな。それはね、パクチーみたいなことでしょ。そう、意外とね。好きか嫌いか分かれるよ。まあそんな感じで皆さん、うん、あの非常に喜んでますよ。なんだかんだね、うん、結局やっぱり神回になったのかな。いや神回ですよ、なんでもない。自分で言っちゃダメなんだ、神回なんて。いやいや、でもこれはね、でもね、なんかもうそう言わざるを得ない感じになってるよね。でもこう、まあこのラジオ例えばまあ神回だったとしてもさ、うん、この8月21日のロケットマンサマーフェス2016はこれクソ回だね。だってメンバーが美穂潤さん、岩井志麻子さん、中瀬ゆかりさん、太田和文江さん、岡部ね。それでクソさんって言ったら深川さんいじってることになってないですよ今。公演会みたいな、公演会みたいなメンバーじゃないかお前。え、俺以外の人を汚すなお前。どんだけ美穂さんの名前出してんだよ。全然汚れてないよ。おしゃべりが面白いメンバーしかいないじゃないですか。美穂さんも大リスペクトじゃないから。かっこいいよそれ、おしゃべりが上手なメンバー。ね、DJ 大丈夫なの？いろんな人が出ますからね。そう、コウさんも出ますから。コウさんって何や、DJ コウね。コウさんです。その人もおしゃべりっぽいけどな。え、まあまあそう、だからそういう、ね、DJ コウさんこそ、うん、DJ してる姿見たことないっていう人多いんですよ。確かにそうだね。まあそういうこともあるから。うん、まあどこで恵比寿ザ・ガーデンホールだって。そう。ガーデンホールで今度日曜日4時から当日券も出しますのでね。当日券出しますけどね。偉そうに言うな、お前。買ってくれないと困るのお前だろ。いや、当日券も出しますけど。当日券たっぷりあるだろ。うん。なんだよ。
かも答えつけて。いや、そういう時もあるけど、あるけど、前売りの方が安いからね、お得ですからね。そうそうそう。いや、いっぱい入るから、ここさ。そうですね。でかい箱だから、大変ですからね。というわけで、もう終わり。またいつか、来年もフェスがやるようなことあったら来てよ。いや、だからフェスと関係なくさ、行きますよ。いいよ、別に困るから、それ。手ぶらで来られて、すごい言われるから。いいよ、手ぶらで来られて困るから。なんかやれよ。知らせすごかったね。じゃあ、お相手有吉と。トップリード若田、優しい雨松崎と。え、急に来た。スカーでした。スコットマンでした。